はい、定刻になりましたので、始めたいと思います。体育会学生によるパネルディスカッション&質問コーナーにようこそおいでいただきました。ありがとうございます。私ですね、関西大学スポーツアドミニストレーターを務めております、長富慎也と申します。今日よろしくお願いします。でですね、今日の、このコーナーなんですけども、まあ、体育会の学生、特にですね、一般受験、受験を経て、入学、関西大学入学してから、それからですね、体育会のクラブに入ってですね、そこからで頑張っている、学生の皆さんに、ご参加いただきましてですね、どういうふうにこう関西大学に受験に挑んだのかとかですね、大会どういうふうに頑張ってるのかっていうところをですね、いろいろですね、聞いていきたいなというふうに思いますので、ぜひね、多くの方々に聞いていただければなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いします。ではですね、簡単に、今日、4人のですね、学生来ていただいておりますので、簡単な自己紹介をしていただきたいと思います。ではですね、松田さんからじゃあお願いします。はい、松田幸四郎と申します。私は環境都市工学部、都市システム工学科に所属しております。部活動は、応援団吹奏楽部で、現在部長を務めております。本日はよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。そしたらですね、じゃあ池本さん行きましょうか。よろしくお願いします。関西大学野球部の社会学部心理学専攻の池本潤です。本日は、コロナで情報が少ない中、お越しいただきありがとうございます。これいい情報を発信できるように頑張っていきます。お願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ、吉井さんお願いします。2回生小学部陸上ホッケー部に所属しています吉井夏樹です。今日は皆さんに有益な情報を与えられるように頑張りたいと思うので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ最後に、宇野さん、お願いします。4回生女子バレーボール部人間健康 学部に所属しています、宇野彩香と申します。今日は、皆さんのお役に少しでも立てればいいなと思っています。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ね、今日はね、この4人で、の方にですね、いろいろお話を聞いていきたいなと思います。で、進行としてはですね、私がですね、いくつか、皆さん、この学生の皆さんにですね、質問していきます。で、それに答えていただくという形になりまして、で、最後にですね、皆さん、ご視聴いただいている方からですね、ご質問等ありましたらですね、直接、今日はですね、直接、学生に答えてくれるということで、ぜひね、最後まで、聞いていただいて、しっかりね、関西大学の魅力とか、関西大学のスポーツの良さとかですね、そのあたりもですね、知っていただければな、というふうに思います。ではですね、早速ですが、質問をしていきたいと思います。まず一つ目なんですけども、なぜ関西大学に進学したいと思ったのか、ということをですね、この学生皆さんに聞いていきたいと思います。が、じゃあどうでしょう、松田さん、すいません。どうでしょうか、なぜ関西大学に、こう、入ろうかなとか、入学したいな、っていうふうに思ったんでしょうか。はい、僕自身は、理系で、大学をいろいろと選んでいる中で、関西大学だけが、カンカン同立の中で、文系とキャンパスが同じだったことが、一番関西大学を決めた、大きな要因だったかなと思います。あとは、理系のキャンパスの立地的にも、やはり感覚であったり、同社であったり、立命館というのはすごい大阪の市内からすごい遠かったので、関西大学は大阪市内から、僕は1時間ぐらいで通うことができたので、すごいそこに魅力を感じて関西大学に入学しました。なるほど。まあ本当にね、理系も文系も同じ、まあ、校舎の中にあってというところもありますし、やっぱこう地理的な部分というのも大きかった、はい、ということですね。はい。なるほど、わかりました。じゃあどうでしょう、池本さんどうですか、野球部。僕は野球を小中高を続けて、その中で、強豪校の中で自分の力を試したいなっていうのがあって、関西大学を選んだのが一番大きいんですけど、いろいろ学校を調べる中で、野球をする環境とか、監督、コーチなど、あと、通いやすさをいろいろ考えた点で、最終的には学力と相談したところ、関西大学に決まりました。おー、なるほど、なるほど。まあ、野球部といえばですね、もう本当に強豪、チームで、
全国的にも、去年ね、神宮大会で準優勝ということもしてますけども、まあ、そこでチャレンジしたいというような感じですね。なるほど、わかりました。じゃあどうしよう、宇野さんどうですか、バレー部。私が関西大学に進学しようと決めたのは、たまたま自分の高校にその入試広報部の方が説明会に来てくださっていて、その時に人間健康学部の説明をすごくされていて、すごく魅力的に感じたのと、自分自身がスポーツについて学びたいという思いがあったので、関西大学にしようと思いました。はい。そうですね。人間健康学部といえば、スポーツが、まあ、関西大学で唯一学べるといいますか、まあ、そういう学部で、ね、堺キャンパスの方になると思うんですけども、そちらの方で、やっぱこう、スポーツをもっとこう、追求したいと、学問として追求したいという感じだったんですね。なるほど。わかりました。ありがとうございます。じゃあ最後、吉井さん、どうですか？ホッケー部。はい。私は、もともと、関西大学に入学したいと思って、出たわけじゃなくて他に行きたい大学があったんですけど、そっちがダメで、で浪人するか関西大学に入学するかっていう時に初めてこういろいろ関西大学のことを調べて、で陸上ホッケー部っていうのがあるっていうのを知って、でその情報とかを仕入れてかっこいいなと思って、私も関西大学でホッケーがしたいって思ったのがきっかけで関西大学に入学することを決めました。はあ、なるほど。ちょっと関西大学に行くか行かないかというのは、まあ、ちょっとホッケー部がこう非常に魅力的だったっていうところが結構大きかったというところですかね。そうですね。はい。なるほど。まあ、皆さんね、いろんなこう、こう考えを持ってね、関西大学に来てくれて、やっぱり最終的にこう、クラブとか、その辺のこう魅力というのも一つ大きな、ね、関西大学に進学するための要因だったのかなと。いうふうに思います。ではですね、じゃあちょっと次の質問に行きたいと思うんですけども、関西大学の受験対策についてのアドバイスということでですね、これね、多分ね、高校生、ね、今こう聞いていただいている方、かなり知りたいんじゃないかなというふうに思うんですけども、自分はこうして関西大学に受かった。まあもちろん皆さん受かってるんでね、ここに今いらっしゃるんですけども、どうですか、こう受験、どういうふうにこう、受験対関西大学対策をしてですね、無事にこう勝利を勝ち取ったといいますか、入学権を勝ち取ったっていうところ、その辺をですねちょっと聞いていきたいと思いますけども、どうですか、じゃあ野球部の池本くん、どうですか、受験どういうふうにこう関西大学にこうクリアしたのかっていうところ聞かせてください。はい、僕はそんな画期的なことはしてないんですけど、コツコツと、やったっていうのが、まあ一番なんですけど、最初序盤から中盤ぐらいは、単語帳など文法は、基本的なところをずっと繰り返して教えて、ではそれでそこでしっかり基礎が身についてきたら、問題集、赤本だの、なんだろうを、応用的に、実践で使えるように、反復してやっていきました。はあ、なるほど。どうなんですか、その、池本選手は、その、まあね、野球やってあったんで、7月、まあ夏の大会があって、そこから勉強始めたという感じです。それとも前もって少しずつ準備していたのか、そのあたりもちょっと聞かせてください。少し前から始めていたんですけど、やはり野球をしていたので、全く、まあ、週1回ちょっと勉強するぐらいのレベルだったんですけど、やっぱ本格的に始めたのは野球が終わってからですね。ああ、そこからガッとこう追い込んでというか、もう短期間で追い込んで、やったという感じですね。なるほど、わかりました。じゃあどうですか、バレー部の宇野さんは、人間健康学部入りましたけども、はい、どうですか、人間健康学部の方、どういうふうにしたらこう入れるぞとか。私は、なんか関西大学の、そのなんか受験の英語がすごい200点みたいなんで、他の教科と比べてすごい配点が高かったので、うん、なんか英語を中心的に勉強するとか、そのなんか大学の特徴とかを調べて勉強するようにはしてました。ほう、あ、やっぱ英語というのが一つこうポイントになってくるということですよね。はい。どうなんですか、宇野さんは自体は、はい、英語って結構得意だったとかあるんですか？はい、英語は得意な方ではあったんですけど、なんか全然その勉強とかあんましてなかったので、うん、本当に単語とかも結構ゼロからのスタート、まあ、ゼロではないんですけど、うんうんうん、結構覚え足りてない感じだったんですけど、もう一気に覚えてやりました。
すごいですね。やっぱ単語力というのがこう一つのこう、一つキーワードになってきそうだなというふうに思いますね。はい。そうか。じゃあ、今聞いている高校生の皆さんもですね、ぜひ、英語をですね、まずしっかりと頑張らなくちゃいけないと。まあそういう感じではないでしょうか。じゃあどうでしょう。吉井さん、ホッケー部なんですけども、どうですか、この受験、どういうふうにこう勉強してとか、アドバイスいただけたらと思いますけど。さっき宇野さんもおっしゃってたんですけど、やっぱり英語っていうのがすごい大事だと思っていて、その英語のすごい早く読まないといけなくて、もうパッパッパってその全部記号なんですけど、早く答えていかないといけないっていうのが難しいところやなって思ってたんで、もうできるだけ英語の単語を頭に入れて、バーって読み流す練習っていうのは大事だと思います。はあ、なるほど。長文読解みたいな問題ですよね。ここでこう、ゆっくり読めばわかるけど、早く読まないと時間が足りないというところで、やっぱ早く速読という、今一般的に言われるやつ、そこをしっかりするためにも、やっぱ語彙力だったり、語法、文法とか、グラマーですね。そういったところが非常に重要になってくると。そうですね。ですね。やっぱ皆さん英語なんですね。なるほど。皆さん、英語ですよ、高校生の皆さん。しっかり頑張っていただければなというふうに思いますけども。どうですか、松田さん、吹奏楽部。はい。皆さんおっしゃってるように、英語は僕苦手だったので、もちろん同じように努力したんですけど、僕の方からは、僕理系で受験したので、うん、理系科目については、本当に結構基礎がしっかりできていれば、僕の代は解ける問題が多かったので、少し今はどうなのかわからないんですけど、関西大学への対策というよりかは、センター試験ってあるんでしたっけ？ないんですか？センター試験は、徐々になくなっていくのかな？まあまあ、はい。基本的な、ところの問題集っていうところをしっかり反復して解くことが、関西大学の、数学や、物理や科学などの問題をしっかり解ける、コツというか、ところなのかなというのはすごい感じました。なるほど。で、松田さん、本当理系なんで、結構理系で行って、理系ってなんとなくね、僕のイメージは結構やっぱ難しいのかなと。僕ちょっと数学苦手だったんで、うわって言ってすげえみたいな感じで思うんですけども、数学とか、その物理系のこう、問題とか、その辺の勉強っていうのもやっぱ結構必要だったんですか？そうですね。そちらで点数を落とさずに、英語でどれだけ点数が取れるかっていう勝負だなっていうのはすごい感じるので、そっちの勉強をしっかりしておかないと、そこで点数が取れないと、なかなか合格できないのかなと思います。なるほど。そうか。じゃあ今ね、高校生、聞いていただいてると思いますけども、ぜひね、まず英語をしっかりね、やっていただければなというふうに思います。それでね、まあ、クラブね、8月とか、9月までね、まあある人もいらっしゃると思いますけども、まあ、そっからでも、ね、集中して頑張れば、なんとかできるというところをね、こうやって、ね、今出ていただいている先輩たちが教えてくれているので、ぜひね、勉強の方でもですね、こう部活で頑張れたんで、でね、勉強の方も頑張れるということを分かっていただけると思いますので、ぜひね、頑張っていただきたいなというふうに思います。ありがとうございます、皆さん。でですね、次の質問に移りたいと思いますが、で、こうやってね、実際、こう、関西大学に入学されてですね、ああ、よかったな、ああ、来てよかった、というふうな、思った時、思った瞬間みたいなところをですね、聞いていきたいなと思います。ね、もちろん皆さん部活動をやられてるんで、部活のこういうところがよかったとか、そういうところも含めてですね、聞いていきたいんですけども、じゃあどうですか、バレー部の宇野さん、どうでしょうか。はい。私が、関西大学に入学してよかったなって思うことは、まあ部活動でももちろんすごく充実してるなっていう風に感じるのと、あとはなんか体育会のつながりがすごいあるなと思ってて、なんか他部活の友達とかがすごい高校時代と比べてたくさんできて、なんかその人、違う部活の人の応援に行ったり、ホーム戦とかだったらすごいズバレの試合に見に来てくれたりとか、そういうつながりができたところが良かったなって思います。なるほど、なるほど。で、これ一つちょっと関西大学の体育会の特徴なんですけども、全チーム45クラブですね、体育会ありますけども、これ全部がですね、総称のチームに、チームネームがありまして、カイザーズと言います。これはですね、日本の大学ではもう、皆無ないということで、これカイザーズという名のもとでですね、こう、どのクラブでもこう応援し合えるとか、
ね、関心を持っているというところで、すごくこう、仲間意識というかね、それが非常に他の大学と比べて強いんじゃないかなというふうに思います。多分ね、こう、応援に皆さん行き合ったりするっていうのが、そういうところから、こう、来てるのかなというふうに思います。ありがとうございます。じゃあどうですか、松沢くん、どうですか。はい。僕は本当に関西大学に入って感じたことは、周りにいる人の環境というか、周りのみんなの人がすごいいい人が多いなというのはすごい感じていて、もちろん吹奏楽部で一緒に、部活をしている仲間であったり、学部の友達、あとはやはり関大の職員さんであったり、まあ、今回このように長富さんに声をかけていただいたんですけど、こういう学校の関係者の方々のサポートっていう面では、すごい部活動している面でも、学業の面でも、自分としてはすごい成長できる環境が整っているんじゃないのかなと思います。なるほど、なるほど。ありがとうございます。で、まあね、先ほど松田さんからもありましたけども、こう、関西大学に出すですよね、スポーツ振興グループということで、こう、大会45クラブの、こう、いろんな、こう、面倒を見るというか、まあそういう言い方ちょっとあれですけども、まあそういう大会をサポートするような部署もありまして、まあそういったところと、こう、一緒にこう、戦っていくというか、まあそういうこうイメージを皆さんしていただければなというふうに思いますけども、私はちょっとよその大学からも来たんですけども、本当にそれにまずスポーツ振興グループってそういうスポーツをこう見てくれる、大学の部署があるっていうことにすごく驚いたというのがですね、ありまして、本当松田さん言ったように、ね、そういうこう大会のサポートというのもですね、結構しっかりしている、関西大学しっかりしているので、ぜひね、皆さん来ていただければなというふうに思います。松田さんありがとうございます。じゃどうですか池本さん、野球部、どうですか。はい。関西大学は、勉強も部活も、両方において、充実した設備やサポートが、しっかりしているので、まあ、そこは本当、安心して、部活に取り組めるなっていうのはあります。様々な価値観、まあ、いろんなところから関西大学にやってくる人がいるので、まあ、いろんな考え方とか持った人と、たくさん会えることができたので、まあ、自分がこれまでなかったような考え方とか、まあ、知らないことをたくさん、まあ、知ることができたので、たくさん人がいるっていう点においては、とても素晴らしいと思いました。なるほど。やはりこう、関西大学、まあ、大きな大学なので、やっぱ全国から、もう大阪だけじゃなくて、もう九州から北海道まで、いろんなとこからこう、いろんな考えを持った人がたくさん来てて、まあ、そこでこう、いろんなこう、交流だったり、まあ、そういったことが非常に、まあ、できるというところも非常に大きな魅力なのかなというふうに思います。野球部だけでもね、かなり全国からいろんな選手来てるんで、本当にそういったところを、こう、肌で多分ね、関西大学に来れば、感じていただけるかなというふうに思います。じゃあどうでしょう、吉井さん最後。どうですか、女子 OK やってはりますけども。はい。私が一番関西大学のいいなって思うのは、施設の、設備とかそういう面で、まあ、部活動においても、やっぱり、ホッケーをする場所っていうのが、その芝でできる学校って少なくて、なのですごいいいなって思うし、あと、その部活動じゃない面でも、例えば図書館がすごい遅い時間まで空いてたりとか、なんか、資格の大原が、その授業終わった時間帯に資格の勉強を教えてくれるような、なんかそういう施設があったりとかして、私たちみたいに大会でこう自分の時間が少ない中でも勉強も両立できるような施設とかシステムっていうのが整っているところがすごいいろんなことに頑張れる環境だなっていうふうに思ってていいなと思っています。なるほど。そうですね。本当にこうクラブ一生懸命やれるのもそういう勉強もどっちともこう全力で取り組めるというか、まあそういうこうサポートだったり施設だったり、そういったことが非常に充実しているというところで、ですよね。なるほど、なるほど、わかりました。いや、このようにですね、やっぱ関西大学ではですね、本当に、もちろんクラブをやりたいって来る子もいるんですけども、もう当然勉強もできるということで、まあ、やっぱ文武両道というのをですね、実践できるような環境が整っているというふうなことが言えるのではないでしょうか。皆さんありがとうございます。でですね、まあ、とはいえですね、まあ、一般入学といいますか、受験して、入学して、まあ、関西大学にはスポーツ推薦で入ってくる子もいます。まあ、そういった中で、こう、部活にね、皆さん入ってありますけども、こう、入学
ね、入部して、入部するときとか、入部したときとかで、ちょっと思い出してほしいんですけども、なんかちょっとこう不安に思ったこととか、あ、やっていけるのかなとか、まあいろいろあるかもしれませんけども、まあその辺の時のことをちょっとお話し聞けたらなと思うんですけども、どうですか、松田さん。まあ吹奏楽は、まあ皆さん受験で基本的に入っていらっしゃると思うんですけども、ちょっと何かコメントいただければなというふうに思います。はい。僕自身、吹奏楽部に入ろうと思って大学に入ったわけではなくて、何か部活に所属したいなという気持ちで大学に入学しました。うん、まあその理由としては、やっぱサークルという形ではなくて、自分自身中高とやってきた部活動でいろんなことを得ることができたので、まあ、大学の4年間も何か部活動に入ることですごい何か得れるものが大きいんじゃないのかなと思って、で、実際吹奏楽部に入部したんですけど、初めの頃はやっぱり慣れない大学の環境と部活動、慣れない大学の部活動っていうところですごい忙しい時期であったりとか、なんか大変だなと思う時期もあったんですけど、やっぱり今4年生になってすごい感じるのは、やっぱ部活動に入ってよかったな。自分自身そういう学業の面でも部活の面でも大きく成長できたなと思うので、多分迷ってる状態であったりとか、サークルと部活どっちにしようって思うのであれば、僕はぜひ部活動に入るべきだと思います。なるほど。もう僕はね、特にコメントすることはありませんね。もう、なるほど、なるほど。わかりました。そうか。吹奏楽ね。いや、松田さんは本当に、部のキャプテンといいますか、部長もでもあるので、本当にしっかりこうチームをまとめないといけないと。もう100人近くいましたっけ、今。何人でしたっけ、はい、部員は。現在80名です。ああ、これもだいぶ増えましたよね。そうですね。3年前ぐらいまでは40人ちょっとしかいなかったので、うん、ちょうど倍ぐらいに今増えました。ああ、ということで、こういうこうね、部員が増えていく、仲間が増えていくという言い方もできるので、本当にクラブ入って、本当にこのクラブ内で、もちろん、クラブ内でもそうですし、こういう他クラブとの交流、ね、応援なんかも行かれますからね、吹奏楽は、はい。なるほど、なるほど。そういうところは非常に、まあ、不安でもあったけども、良かったところでもあるというところですね。なるほど、わ、はい、かりました。じゃあどうですか、池本さん、野球部。どうでしょう、まあ、大所帯といえば大所帯ですけども。あ、入る前に、ホームページとか、野球部のホームページを見ると、名門校出身の選手が多いので、入るときはとても不安だったんですけど、なんか自分に伸びしろがあることを切に願って、入部して、そして200人、今200人全体でいるんですけど、まあ、僕は公立高校出身なんで50人にも満たない、ところでやってきたんですけど、まあ、熾烈な争いっていうのが、まあ、大学に入って初めて経験することになって、まあ、その中で結構、自分で成長できる点がっていうのが、まあ、たくさんあるなと、本当、今実感しているので、やっぱり、大会に入ることは、やはり、いいことだなと、今、感じております。なるほど。それで、まあね、池本選手の場合は、実際その、まあ、関関戦と言われる関西大学対関西学院大学のこう伝統的な一戦みたいな、まあ、いや、プロ野球で例えば、巨人阪神戦みたいな、まあ、そういったものあるんですけども、そこでもね、もう実際、こう、登板して、ピッチャーされてるんですけども、ね、実際出られて、どうでしたその時のこう気持ちというか。やはり応援団の方などすごい、たくさんの応援がある中で投げるというのは初めてだったので、とても、楽しい試合を、経験をすることができました。なるほど。まあ、こうやってね、受験しても、こう、当然試合出てるチャンスというのはあると。頑張ればあるというところもね、こうやって池本さんが、示してくれてるのかなというふうに思います。じゃあどうでしょう、宇野さん、女子バレー部ですけども。どうですか、なんかちょっと不安とか、なんかそういったことってありました何か。はい。私も、なんか部活動に入るって決めてなかったので、なんか入学してから、やっぱり何か頑張りたいなと思って、私はちょっと遅くて5月頃に入部したんですけど、最初はすごい、やっぱりその全国大会とか出た人いっぱいいるっていうのも聞いてたし、自分が公立校出身っていうのもあったので、なんかついていけるんかなっていう不安とかもありながら入部したんですけど、まあ実際、やっぱり高校の時とはレベルも違って、しんどいこととかもすごいあったんですけど、なんか結構周りの人とかもすごい助けてくれるし、なんか実際今4年生でやってきて、まあ、しんどかったけど、なんだかんだその人とかがサポートしてくれるからできるっていうのと、やっぱり大学の体育会は、その、
技術とかだけじゃなくて、なんかみんながその人間的成長みたいな部分を大事にしてて、なんか私自身も試合とかにはあんま出れてなかったんですけど、なんか大会の運営とか、そういう、なんか運営などをするその学連員とかのお仕事とかもしてて、なんか今までとは違って、違う形でバレーボールとかに関われたことがすごい良かったなって思います。うん、なるほど、なるほど。そうですよね、その、クラブに入ることイコール、もちろん選手として頑張るけども、その他のことっていうかね、いろんなこう役割の人がいないと、こうチームでまあ成り立たないと。まあそういった中で本当学連でのこう全体をこう、バレーボール、関西大学バレーボール協会か、まあそういったところをこう運営していく、試合の運営していく。これも非常に本当に大事なことで、また難しいことなのかなと思いますけど、どうでした？それ実際こうやってみて。はい。なんか、すごい、当たり前のことなんですけど、なんか、試合とか、会場があったりとか、その試合会場に物が用意されてるのって、全部当たり前じゃなくて、用意してくれる人が今までいたんやなっていうことに、なんか気づいたり、なんか、一歩離れたところから自分の大学を見れたりできるようになったなと思います。なるほど。本当、学びが多いですよね。本当に。なるほど。わかりました。じゃあ、どうですか？吉井さん。女子 OK。 はい、私は皆さんとは違って大学から OK を始めたんですけど、の陸上の経験はあったんですけど、陸上じゃない他の新しいスポーツをしたいっていうことで、まあ部活動でなんかいいのないかなっていうのを見てて、でまあその関西大学っていうのもあってすごいスポーツの推薦とかで来る人も多いということは分かってたんで、まあその中で私はやっていけないやろうなっていうので、まあマイナースポーツで、その初心者からでも始めやすい陸上ホッケーっていうのを選んだので、まあ陸上ホッケー部は初心者が多いので、あまり、なんてやろ、そんな、他の経験者の人たちがいっぱいいる中で、私だけが経験してないっていうことではなかったので、そんな不安はなかったです。うん、なるほど。そうですよね。女子OK部、僕も取材で行かせていただいたんですけども、結構もう多く、7割ぐらいかな、が、ちょっとやったことないで、大学から始めました、みたいな人が多かったと思うんですけども、やっぱそういうか、ね、だからこそできるみたいな、そうです。ところも、ありますよね。なるほど。わかりました。だから、まあ、関西大学に入って、違うスポーツにチャレンジすると。まあ、そういうこともできると。いうところをですね、まあ、ちょっとぜひね、これお聞きの高校生の皆さんにもね、お伝えしたいなと。結構多いです。いろんなクラブを僕取材してますけども、実は、想定部今やってますけど、アイスホッケーやってましたとか、いろんな人いるんで、だからいろんなチャレンジができるのもこの関西大学の良さかなというふうに思います。はい、ありがとうございます、皆さん。ではですね、次の質問に移りたいと思います。次はですね、それぞれ、4名の方にですね、関西大学のライフキャンパスライフをですね、ちょっと明かしていただきたいなというところで、1日のスケジュールをですね、皆さんにね、事前に作っていただきたので、まあ、それをちょっと皆さんにシェアしながらですね、関西大学でこう、クラブをやったり勉強したり、こう、どういう一日の流れなのかなというところをですね、皆さんにご紹介していきたいと思います。ちょっとお待ちください。はい。じゃあですね、今ですね、じゃあですね、まず野球部の池本選手からちょっと聞いていきたいと思います。多分ね、皆さんの画面にはですね、1日のこう円グラフが映っていると思います。どうですか？ちょっと池本さん、ちょっとこれを見ながらですね、こう簡単に、こう、皆さんに1日こんなんだよっていうことをちょっとご説明いただきたいんですけども、どうでしょうか？はい。僕の1日は睡眠から始まり、しっかり寝ることが大事だと思っているので、8時間ぐらいは寝るようにします。8時に起きて、僕家から学校が近いので、1時間ほどで、準備ができ、9時から12時。まあ、午前中に授業を入れることが多くて、友達としっかり授業を受けながら、
過ごしています。で、お昼休みを経て、お昼から授業の日やったり、練習をする日やったりと分かれてくるんですけど、午後は練習か授業。で、夕方になると、お昼1時から練習した場合、夕方が空いてるので、ジムに行ったり、トレーニングをしていますね。で、夜になると、7時から11時まで4時間ほどバイトをする日があります。週3ほどでバイトをしています。で、最後は夕食を食べて、寝るというのが僕の1日の流れです。はあ、なるほど、なるほど。野球部は本当に、こう、まあ、部員も200人超えるぐらい多いので、やっぱこう、一斉に皆さんできないんで、こう、多分ね、何回かに分けてといいますか、こう、やられてるのかなというふうに思います。で、あ、バイトも、週3回ぐらい入ってるんですね。はい、そうです。じゃあ、バイトもやりながらも、野球も頑張れるというような、はい、そういうところもあるというところですね。なるほど、わかりました。野球部はこういう感じで今やっております。じゃあ次行きましょう。じゃあ、宇野さんどうですか？今表を写してますけど。はい、これは、だいたい1、2回生頃のスケジュールで、授業が多かった頃なんですけど、まず、まあ、1時くらいに寝て、7時くらいに起きて、授業がある日とかは8時、9時で、人間健康学部なので、1時間くらい家からその境キャンパス、なので、1時間ぐらいかかって、9時から授業とかで、授業のない日は午前中にバイトなどしてます。私も週3回くらいで、アルバイトしてます。で、お昼休みで、で、また午後とかも本当に日によって違うんですけど、授業かアルバイトして、だいたい5時、6時ぐらいに、なんか部でウェイトトレーニングがあるので、それもだいたい毎日じゃなくて週2、3回とかでトレーニングして、だいたい6時から10時はミーティングと練習っていう感じでやってます。で、家に着くのがだいたい10時過ぎとか、そこから、まあ、夕食とかお風呂入ったり、まあ、自由時間などをして寝るという毎日です。はい、なるほど。で、宇野さんの場合はね、人間健康学部なんで、まあ、堺キャンパスね、勉強行って、で、練習は基本的に千里山キャンパスなので、そこのちょっと移動とかいうのもありますよね。あ、はい。移動は、なんか堺キャンパスから直接、その、関大の千里山キャンパスまで、1時間ぐらいで着くシャトルバスっていうのが出てるので、それ、授業終わりに乗って、千里山キャンパスまで移動してました。なるほど。ということで、まあね、本当に人間健康学部で勉強しながらも、もう部活ももちろん参加できるというところですね。まあちょっと移動はあるけどもっていうところありますけども。はい、なるほど。わかりました。ありがとうございます。じゃあちょっと次の行きましょうか。まあ、これ吉井さんですね。映ってますか皆さん大丈夫ですか？私はだいたい12時に寝て、神戸に住んでるので、通学に2時間弱ぐらいかかるので、うん、6時に起きて、支度してから、授業に行くんですけど、で、まあ、授業を受けて、練習がだいたい14時ぐらい、15時、14時ぐらいから始まって、まあ、18時ぐらいには終わるので、そこから帰宅して、まあ、その後バイトを私も週2か週3ぐらいで入れてます。うん、で、まあ、この練習が私たちは割と昼から夕方にかけてなので、この時間に、まあ、それも考えて授業は組むんですけど、必修とかが入ってしまう場合もあるので、そういう人たちは、そのオフの日に声かけて、自主練して、で、土日で全体練習で、こう、ポジションの確認とかいう感じで、うん、平日の練習は割とバラバラみたいな感じです。ほう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 。ということで、その、そう、まあ、授業とかもね、当然あるので、その中で、こう、自分の中で調整して、で、もうね、練習時間に合わなければ、まあ、自主トレというか、まあ、そういったこともやりながら、こう、練習していくと。そうですね。ような感じですね。はい、なるほど、なるほど。
わかりました。じゃあちょっと次の、松田さん。これ理工ですよ。理工系というか。はい、ちょっとお願いします。はい。僕も、通学に1時間ほどかかるので、7時頃に起きて、8時頃に出て、9時からの一限の授業に出ていました。部活自体が全員揃わないと練習にならない部活なので、結構遅い時間に練習があるので、この9時から18時頃の間に、授業がある日は授業を受けて、で、授業がない日はバイトを入れたり、あとは個人練習をする環境が整っているので、空き駒であったりという時に部室に行って、個人練習をしたりなど、いつもしていました。で、18時半から21時頃まで練習をして、これなんかめっちゃ練習してる感じになってるんですけど、21時の間違いです。すいません。あめっちゃブラック。すいません。こんなやってる。違いますからね、皆さん。すいません。ちょっとミスです。すいません。これエグいですね。エグいな。通学が22時ぐらいに家に着いて、夕食をお風呂して、で、まあ、寝るという感じになります。あとは、やっぱりレポートがすごい多かったり、受験があったりするときは、ちょっと夜に勉強しないといけなかったりとかがあるので、そういう時は少し睡眠時間がなかったりする時もあるんですけど、そこの両立は、こう、なんていうんですかね、この昼間の時間とかの空きコマであったり、お昼ご飯の時間とかに友達とみんなでやったりとかしながら、うまく工夫してやっていました。なるほど。で、こう、皆さんの話を聞いてると、こう、皆さん今、高校生の方聞いてるのが多いのかなと思うんですけども、高校の場合はもう、ある程度こう、時間割と言いますか、1限から6限まで国語、算数、理科、社会という、もう自動的に組んでね、もう決まってるんですけども、大学の場合はですね、こう自分でこの時間にこの授業を取るという、自分で選択していくんですよね。ということはこうタイムスケジュールをしっかりこう自分で作っていく、管理していくということが本当に、この4人のね、皆さんの話を聞いてると本当に重要だなと。でもそれ次第で、しっかりと部活もクラブも、あるいはバイトもできるし、いろんなことが、にチャレンジできる。まあそういったところが、大学であり、関西大学の、まあ、特徴というか、良さかなというふうに感じました。4人の方、ありがとうございます。いろいろおしゃべりいただいて。じゃあちょっと一瞬、一旦戻します。はい。戻しました。でですね、今いろいろね、聞いてきましたけども、最後にですね、まあ、今後の、それぞれ4人の方のですね、方の目標とですね、今高校生の方たち聞いていただいてますので、こう、激励とかアドバイスみたいなのをですね、ちょっと簡単にそれぞれ言っていただきたいなと思うんですけども、じゃあどうぞ、吉井さんから行きましょう。どうでしょう。はい。まあ、自分の目標としては、去年、ホッケー部があと1勝っていうところで、まあ、インカレの出場を逃してしまったので、まあ、今年はコロナの影響でどうなるかわからないですけど、インカレの出場に向けて、練習に励んでいきたいと思います。まあ、私も頑張るので、受験生の皆さんも最後まで頑張ってください。はい、ありがとうございます。じゃあ、宇野さん、お願いします。はい。私の目標としては、部活動もあと数ヶ月とかなので、コロナの影響で試合もあるかわからないんですけど、秋リーグ優勝できるようにバレー部として頑張っていきたいなと思っています。受験勉強とかも、なんかいろいろコロナウイルスとかで予定通りに進まなかったり大変だと思うんですけど、あと少し頑張ってください。応援してます。はい、ありがとうございます。じゃあ、池本さん、お願いします。はい、僕の目標としては、チーム全体としては、リーグ戦優勝、神宮大会出場なん、優勝なんですけど、まあ、その中で僕もしっかり活躍できるように、頑張っていくのと、高校生は、大学生と高校生は全然生活が違うので、高校生ならではの生活を、受験勉強しながら満喫してください。以上です。はい、ありがとうございます。じゃあ、松田さん、お願いします。はい、私たちは、応援団として、本当にこの今苦しい状況の中で、様々な部活動の皆さん、関西大学の全員、皆さんがやっぱ努力されている中で、自分たちとしては、それ全てに、
本当に頑張ってほしいという思いを持って、どんな形であれ、やっぱり応援し続けたいなという思いがあるので、引退もすごい迫ってきていて、自分たちに何ができるかわからないんですけど、少しでも、体育会や、すべての関西大学の皆様の力になれるように、いろいろと探して頑張っていきたいなと思っています。高校生の皆さんには、本当に、関西大学は素敵なところだなっていうのは自分自身ずっと通っていて思っているので、胸を張って受験していただいて、4月、来年の4月に皆さんと一緒に、まあ僕は卒業してしまってるんですけど、関西大学で、本当に素敵な、大学生活が送れたら、本当に楽しいと思いますので、ぜひ皆さん頑張ってください。はい。4名の方、ありがとうございました。それでですね、今ね、高校生の皆さんや親御さん等々ね、今、この、中継をね、聞いていただいていると思うんですけども、もしですね、ご質問ね、この4人の学生の諸君に、質問がもし終わりであればですね、お聞きしたいなと思うんですけども、いかがでしょうか？もしあれば、ミュートを外していただいて、おしゃべりいただいてもいいですし、チャット等でもよろしいです。もし何かあれば、お願いします。いかがでしょうか？こういうなかなかチャンスはないと思うので、もしありましたら、お受けしますけども、いかがですか？ないですかね。はい。わかりました。そしたらですね、また何かこうありましたらですね、お問い合わせ等々で、言っていただければなというふうに思いますし、またこの午後から、14時からですね、ちょっとメンバー変わりますけども、また同じようにですね、いろいろと、大会学生の方にですね、聞いていきたいと思います。聞いていくようなですね、14時からありますので、ぜひね、またそちらでも、また違う話が聞けると思いますので、お越しいただければなというふうに思います。でですね、最後にですね、ですね、なんだろう。今ちょっと皆さんに表示してるんですけども、ですね、関西大学のですね、スポーツ振興グループの方でですね、関西大学カイザーズオフィシャルチャンネルということで、体育会全クラブのですね、いろんな最新情報や、なんかをですね、動画で配信しておりますので、ぜひね、こちらの方もですね、見ていただければなというふうに思います。YouTube でですね、関西大学カイザーズオフィシャルチャンネルと、もうそのまま打っていただければ出てくると思いますので、本当にね、関西大学体育会の魅力が集まった、動画となっておりますので、ぜひね、よろしくお願いいたします。ということで、今回のですね、大会学生によるパネルディスカッション質問コーナーをですね、終わりたいと思います。ご参加いただいた方、そしてですね、ご視聴いただいた方、ありがとうございました。